こちらはね、あのニューポートビーチの隣でなんか運転してます。さっきは買い物行ってきて、今からカップケーキ買いに行ってきます。行きましょう。ゲットできた。来月はやっとにオレンジからあのロサンゼルス、私の出身に変えてしまいます。ウサギがいます。超かわいい。こんな感じですね、ニューポートビーチは。あそこも綺麗。東京の初留学の後でこちらに帰ってきてからもう3年間ぐらい経っていて、東京の後ここに帰ることが結構私の精神を打ち砕きました。初めて帰るときすごい思ってたのは、卒業してから早くに東京に帰りたいなとすごい考えていて、なんか毎日起きてその目標について考えてたし、でも最近とちょっと違うかなと思っちゃう。時間がどんどん経つと分からない、なんかもっとロサンゼルスでも生活できるんじゃないのかなと思っちゃうし、昔の帰りたいぐらいと比べたらあそこまで強くはないと思う。でもそれでも悩みはなんか東京にやること、東京のものを忘れてる。 I used to think there was so much for me in Tokyo, but I just haven't been there in 2 years。最後の夏、その1ヶ月東京で過ごしてたんだけど、そんなに早くに東京での生活になれなかった。だから大変だったし、来月卒業しますので就職しないといけなくて、今から結構仕事を探すことにしてますね。ちなみに日本と少し違う、聞いてるのは日本の大学から卒業すると卒業するまでも仕事を決めてるんだけど、アメリカ人だとそうではないし、そう、この夏は多分仕事を探す期間にとして、夏終わってから願ってるのはもう仕事を見つけてる感じ、まあ、いいなと思ってます。ただその仕事はロサンゼルスにあるかどうか、それか東京にあるかどうか、まだわかりません。ケーカップケーキ食べたいよね。美味しそうじゃないですか。このスプリンクルズはロサンゼルスで始まったんだけど、オレンジカウンティにもあって、最近めっちゃ働いてるから、あのちょっと I purchased these pajamas from Aberjay, and Aberjay is this really nice pajama セットのブランド。青空の色にした、超綺麗よ。 I moved the camera, I hope this is okay too。どうやって車で食べる？こんな感じです。おいしそう。いただきます。It's heaven. Can I tell you something random? 明日、今日もだけど明日、OC Fair、オレンジカウンティのお祭りに行くことはあって、日本語の前の発音まだ分かってないけど、ユリアン、日本で大有名なコメディアンが来るらしい。びっくりした。この人？すごくない？明日実際に見ることができるよ。楽しみ。そう、みんな仕事はどうしよう？本当になんか、本当に大変。ビザ見つけることが大変。私の専門は、創作ライティング、マーケティングとか、クリエイティブアドバタイズメントっていう感じの会社で働きたいと思ってます。Well, anyway, I'm moving home next month and I need to find work either in Los Angeles or in Tokyo.So, I'm curious to hear your thoughts, everyone.
originally from NYC. I have car license, but he has no car license. I have car license, but he has no car license. I'm 30, he's 40, but he has no car license. I have car license, but he has no car license. Come on, I have